本家もメルブラシリーズは今作が初めてですが、先日 S プラスにやっと到達できたりとすごく楽しませてもらってます。おお、素晴らしい。本題ですが、トレモで常にムーンドライブ状態という設定ができるようになりませんか？例えば相手のドライブ中起き上がりムーンスキルの対処に関してトレモしたいとき、現状だと記録したドライブ発のダミーコードをポジションリセットするために相手にやらせてかダウンさせてというやり方をしているのですが、なかなか面倒に感じます。トレモをちゃんと使いこなせているか正直自信がないので、現状でも上記のやり方より効率のいいやり方があれば教えていただけると幸いです。もし機質の話題でしたら申し訳ありません。いや、全然大丈夫です。実はね、なかった、今まで。この手のお便りは実はね、なかったんですよ。そうですね。現状だと、一番、リバサムーンスキルの対象にしてトレモしたいときは、ダミーを記録させ、ダミー側に、ムーンドライブを、入れてやるしかないからあんまりないんだよね。まあ結論から言うと、この機能はね、足します、足すんですけど、足すんですけど、ちょっと待って、ここ飛ばさないとちょっと YouTube に怒られるから。リバーサルコードはさ、例えば何でもいいけど、まあ、下 BC にするじゃん。でこうするとなんかあれな感じになっちゃうから、毎回こうやってやるしかないのよ。ポジションリセットしてダミー記録にして操作にして取ってやって、こうやってってやるしかない。だからリバーサルコードを下 BC にするんだけど、一回ねダミー操作にして発動して戻してこうやってってやんないとできない、今はね。ちょっとね、これはね、やっぱ不便なのは俺も分かってはいるんで、ちょっとなんとかしたいなと思ってます。はい、現状はね、ちょっとね、あんまり楽する方法はないですね。なんかこう、トレモでこういう機能が欲しいとかがあったらね、教えてもらえると嬉しいです。はい、という感じですかね。お便りいただきありがとうございます。